アイドルマスターシリーズアイドルマスターシンデレラガールズシンデレラガールズ劇場シンデレラガールズ劇場はソーシャルゲームアイドルマスターシンデレラガールズ内にて連載されている日本の5コマ漫画2015年から電撃コミックス EX より単行本の刊行が開始された単行本のタイトルはゲームタイトルを冠したアイドルマスターシンデレラガールズシンデレラガールズ劇場 となっている。さらに2017年4月にはアニメ化されたアイドルマスターシンデレラガールズに登場するアイドルたちの日常をコミカルに描いた漫画。2012年3月に行われたイベントであるプロダクションマッチフェスティバルの直前に第1話が公開され、以降イベントやガチャの内容、登場キャラクターが中心となって寸劇が繰り広げられる。 当初は1コマ目以外がモノクロだったが、第167話より全コマがフルカラー化された。上記のほか、CD 発売やライブイベント開催など、ゲーム外のメディアと連動している話もある。また、テレラジ連動会は同時に、ラジオ内で生アフレコが行われている。詳細は項目を参照。 765プロのキャラクターは登場しないが、一度だけ2012年6月の SR 秋月立子追加時に彼女の登場を示唆する内容の話が公開されたことがある。一方で876プロのキャラクターは登場した実績がある。2018年8月1日にページ全体の大幅リニューアルが行われ、お気に入り機能や登場アイドル表示機能などの 新機能も追加された。2012年7月31日に掲載された第24話は、同年8月9日に掲載中止となった。掲載中止の理由は、初版の事情とだけ記載され、公表されていない。その際にこの9、第24話を結番とせず、話数が詰められたため、現在の話数より実際には1話分多く、連載されている。なお、同話の内容は、 イブ・サンタクロースの着ていた昆布水着に関するエピソードで当時開催されていたガチャが元ネタ。このエピソードは単行本が一貫カバーの裏表紙側折り返し部分に掲載されている。2013年12月から2014年10月の間公開された漫画。通常版とは異なる普通の漫画形式であり作者は非公開。期間限定で1話ずつ公開され。 一定の期間が過ぎると、以前の話は閲覧できなくなる。2018年4月27日から、アイドルマスターシンデレラガールズスターライトステージにて、公開されているデリコネのコンテンツの一つ。通常版と同じく、イベントや、画者の内容、登場キャラクターが中心となって寸劇が、繰り広げられる。通常版と同じ絵柄の漫画で、横に読み進む形式となっており、 3ページで1話を構成している。1ページあたりのコマ数は1から4コマ程度。第1話からフルカラーとなっている。5コマ漫画であることが特徴となっている。単行本ではゲーム内においてどのような文脈で配信されたものなのか各話に解説がなされており、原作であるソーシャルゲームをプレイしていない読者にも話が理解できるように工夫されている。 過去にディレクションを担当していたクマジェットによると漫画内のネタやセリフ等ゲームのシナリオ担当やディレクターのチェックを何重にも通した上でリリースされており二次創作的な作品ではなく一時的な作品である作画担当者は非公開であるが当初から再ゲームス社員のクマジェットが担当しており後日のアニメ化の際にキャラクターデザイン原案に クマジェットの名前がクレジットされたことで、明確化された。当初は、クマジェット一人で担当していたコンテンツだったが、後にチームメンバーが増えたことで、量産体制が整い、明確な時期は明らかにされていないが途中から、クマジェットは作画担当から不り、ディレクションのみを担当していた。2021年1月2日にクマジェットが、サイ・ゲームスを退社した際には、公認スタッフによる進行に、 移行済みであることが報告された。単行本題一巻は2015年1月19日から1月25日にかけてのコミック人における週刊漫画単行本の売上ランキングにおいて7位となった。宝島社のこの漫画がすごい。ウェブ日刊漫画ガイドではここまでしか表現できない手法が用いられているため漫画表現に興味のある人にもおすすめであると 評価されている。アイドルマスターシンデレラガールズ劇場のタイトルで2017年4月4日から6月27日まで東京 m x b s イレブン佐賀テレビにて5分枠の短編アニメとして放送。公式略称は新劇テレビアニメ第5期のエクストラステージはエクステ。ナレーションは佐藤里奈が担当。演出として別の声優がナレーションを担当することもあり。 TV 版第9話では、石井やすつぐ t v 版45話では、竹内俊クがそれぞれ担当している。漫画版を原作としているが、一部の回はアニメオリジナルのストーリーとなっており、特に第4期、クライマックスシーズンでは、テレビ放送分全話にアニメオリジナル回が入る。作中では、アイドルとして、ステージに立っている時とは違う、適度に力の抜けた、 可愛さを特徴としている。また、アイドルマスターシンデレラガールズ劇場の監督、マンキューは、本作の制作にあたって、とにかくアイドルたちをめでられるようなアニメにしてほしい、という要望を受けたという。2016年10月16日、ザ・アイドラムスター、シンデレラガールズ・フォースライブ・トリキャッスル・ストーリー -346 キャッスル内にて、PV の公開を伴って、 シンデレラガールズ劇場のアニメ化が発表された。2016年11月28日より、ゲーム内にて、シンデレラガールズ劇場5周年記念賞とアニメが公開された。また、ゲーム内では、アニメ放送と連動して、火曜シンデレラシアターと称して限定アニメの公開や、ゲーム内アイテムの配布を行っている。2018年6月27日には新たに、 アイドルマスターシンデレラガールズスターライトステージのデリコネに火曜シンデレラシアターが見られるシンデレラシアターが追加された。2017年7月9日のザ・アイドラムスターシンデレラガールズフィフスライブツアーセレンディピティパレード幕張公演2日目にてシンデレラガールズ劇場2期の制作が決定したことが新 PV と共に発表された。 2017年10月3日から12月26日まで放送された。2018年3月4日のアイドルマスターシンデレラガールズ劇場スプリングフエスティバル2018公演2日目にてシンデレラガールズ劇場3期の制作が決定したことが発表された。2018年7月3日から9月まで放送された。また、 同年4月3日から1期の再放送が行われた。2018年12月2日のザ・アイドラムスターシンデレラガールズ6スライブメリーゴーローンドメ名古屋ドーム公演2日目にてシンデレラガールズ劇場第4期クライマックスシーズンの制作が決定したことが発表された。2019年4月から6月まで放送された。2020年2月16日のザ・アイドラムスター シンデレラガールズセブンスライブツアースペシャル3コードグローイングロック2日目にてシンデレラガールズ劇場第5期エクストラステージの制作が決定したことが発表された今期はすべてオリジナルストーリーとなっており2020年3月24日から毎週火曜日に配信されている4月14日配信の第5話から8月4日配信の第12話までは 新型コロナウイルスの流行による緊急事態宣言発令を受けて各週火曜日の配信となっていた。地上波放送はなくゲーム内での配信のみとなる。主だったスタッフは続投しているがアニメーション制作がゼロ g へと変更された。全シリーズまで担当していたギャザリングとレスプリは今シリーズではエンディングアニメーションの制作を担当している。監督をはじめアニメ版 口ます。のスタッフが関わっている。挿入歌本編を収録した BD、DVD に特典 DVD と特典 CD を加えた3枚組となっている。公式サイトでは、出演声優がアニメを1ヶ月ごとに振り返っていく、アイドルマスターシンデレラガールズ小劇場が公開されている。また、各期の第1話の放送日にはニコニコ生放送にて、 シンデレラガールズ衝撃場アニメ放送直前にコナマが配信された。なお、アニメ放送直前にコナマはアーカイブ化されていない。また、第4期、クライマックスシーズンの放送の前月には、衝撃場とは別のニコニコ生放送、アイドルマスターシンデレラガールズ、劇場クライマックスシーズン放送開始まであと、少しだよ特番が配信された。 コーナー出演者 DVD 第1期及び第2期のアニメ放送直前にコナマ以外の各回を収録した内容で DVD 限定の未公開映像も収録される。なお、アニメ本編の映像は収録されない。アイドルマスターシンデレラガールズ劇場に関するカテゴリーアイドルマスターシンデレラガールズ劇場クライマックスシーズンに関するカテゴリー。ありがとうございます。